皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校第一学年、英語、プログラムシックス、ユキのイギリス旅行の内容です。This is Ibaraki Online Study Movie.This program is for first year students.Now let's begin.Now let's begin the warm up.I will ask you three questions.Let's try. 質問に答えてみよう。No.1 How's the weather today?No.2 What day is it today?No.3 What is the date today? 質問に対する答え方はさまざまです。天気の答え方 曜日や月の名前、日付の言い方なども毎日変わってきますその時に適切に答えられるように練習していきましょうね今日の授業では他の人がどんなことを普段しているのかを伝えることが目標ですこれまでは私、I やあなた、y o を主語にして自分やパートナーがどんなことをするのかを言えるようにしてきましたがこの授業では その他の人が普段どんなことをするのかを伝えられるようになりましょう今回の単元の寝室単語の発音と意味を確認しましょう Repeat after meCookingSong songs color light blue wonderful interesting place places always talk talks by tube a lot by Tube London, Judy, Matt, Sherlock Holmes, Baker Street. Next, let's review. ]では. 復習をしましょう。これまでの文章では I like music.You play the piano.We study English every day.They watch TV というように主語の部分が私やあなた、私たち、彼らの時動詞はそのままの形で使うことができました。これを動詞の原型と言います。何もつかない。 では今日の授業の目標となる「他の人」に主語を変えてみましょう。私は音楽が好きです。の主語「私は」を「トムは」に変えてみると英文では「ト m LikesMusic」となります。主語が「I や「U 以外の「人一人」を表す時動詞には「s」がつくようになります。 もう一文例を見てみましょう。あなたはピアノを弾きます。You play the piano のあなたはを私の父はに変えてみましょう。My father plays the piano となり動詞には S がつきます。「何々は」という主語の部分が○○〇〇さんは彼は彼女は私の母はというように IU y o 以外の「 人一人を表すとき、動詞には S がつきます。これを三人称単数現在形の S と言います。では、動詞の変化の基本的な形を見てみましょう。S をつけると、S を「す」と発音したり、「ず」などと発音したり、音が変わるものもあります。一緒に発音の練習をしてみましょう。 Now let's practice the pronunciations. Repeat after me. Clean cleans. Drink drinks. Eat eats. Make makes. Read reads. Use uses. Cook cooks. Listen listens. Next, let's try。ノートを出してください。動画を止めて、次の1から3の日本語を英語に直してみましょう。先ほど練習した動詞に S がついた形を意識して練習してみましょう。Do you have your notebook?Please write these sentences in English. Now stop this movie and practice. Now let's check the answers. Did you get it? 動詞に S がついていることを確認しましょう。また S のつき方には変わったものと不規則なものがあります。 例えば go, do, wash, watch, teach などスペルが o や sh, ch で終わる単語には es をつけます study, try, cry など c e n e p l y で終わる単語は y を消して is をつけます hub は has と、短いスペルになりますでは発音を確認しましょう Repeat after meGo goes Do does Wash washes Watch watches では動画を止めて練習をしてみましょう。 ノートに丸 ① から丸 ⑧ の問題を書いてみましょう。括弧の中から適切な単語を選び、英文を完成させましょう。できたら動画を再生して答えを確認しましょう。では、答えを確認しましょう。② 主語が他の人を表しているので、 S ががついたが正解です四主語が my uncle 私のおじさんと人が一人なので S がつきますが teach は ch で終わる特別な単語なので ES のついた teachies が正解です五主語が toldken と二人なので動詞に S はつきません七主語が myfather 私のお父さんと人が一人なので、S がつきますが、ハブは特別な変化をする動詞なので、ハズが正解です。丸八主語が c 彼女はと人が一人なので、S がつきますが、ゴーも特別な動詞なので、ES がついたゴーズが正解です。いかがでしたか間違えてしまった問題は、繰り返し書いてみると覚えやすいですよ。 S try. <S では今度は英作文の練習をしてみましょうノートを出してください動画を止めて次の1から4の日本語を英語に直してみましょう不規則な動詞の変化に注意しましょうね4の「自転車で」と交通手段を表したい時には「by を使います私の兄は学校へ行きます 自転車でというイメージで英文を作ってみましょう。Do you have your notebook?Please write these sentences in English.Now stop this movie and practice.Let's check the answers.Did you get it? 動詞にどんな形の s がついているのか確認しましょう丸四の自転車でと交通手段を表すものは他にもあります参考にしましょう動画を止めてあなたの家族や友達が普段何をしているのか英文で表現してみましょう 口に出して言えたら、ノートに文を書いてみましょう。動詞の変化に気をつけてくださいね。できたものは、学校の先生に確認してもらいましょう。次の時間は、〇〇さんは何〇しますかと他の人がすることについて尋ねたり答えたりできるようになろうの内容です。 自分の身の回りにいる家族や友達が普段していそうなことは何ですか想像してみましょう。以上で「茨城オンラインスタディー」「中学校第1学年英語」「プログラム6」「ゆきのイギリス旅行」「1」「他の人一人がすることについて言えるようにしよう」の内容を終わりにします。 Did you enjoy today's class? See you next time. Have a nice day.